狭いところを通ろうとするザシアン。加えてる剣が長すぎて多分こんな感じになってる。はい、どうも。動画ごとにパーティー変えるの実はしんどいので、昨日と同じメンツでランクマッチやっていきます。サムネはまだない。何を撮りたいかとんと見当がつかぬ今日の動画撮り終わるまでに、決まったらいいなという適当な気持ちで撮影始めたんだけど、これガブリアス出せるな。突撃チョッキー持たせて、特殊との打ち合いに強くして、なおかつスケールショットを持たせたガブリアス、相手のパーティーに入ってる黒馬バドレックスと対バンから打ち合えるから、出していいと思うね。ガブリアス。で、相手のバドレックスとランドロスの並びに強いガラルファイヤー。まあ、あとミミッキューとかに適当に出して強いザシアン。この3匹で。よし、対戦よろしく。お願いします。冷静に考えたら、30手前の2機が発狂しながら子供向けゲームやってると思うと怖くなってきたな。これ正解エサクタ、ゲーム系動画投稿者というか YouTuber 全般かなに言えると思ってるんだけど、こいつら全員僕も含めて精神年齢クソガキのまんま大人になってるやつしかいないと思ってるから、子供おじさん。ドリンキスいい技持ってる。まあそんな入らないと思うけどね。硬すぎ、ヨロタン。ドレインキッズってこれサメ肌入るんだ。特殊技なのにサメ肌入るんだね。知らなかったわ。あ、でもな、相手のバドレックスも、さすが禁止伝説級ポケモンなだけあって、まあまあな耐久してる。これさ、黒馬バドレックスしとってるでしょ。で、ランドロスもいると思うんだよね。バドレックスって、ザシアンに勝つためには、ランドロスとかでゴツメに触らせないといけないから、まあランドロスも選出されてると、これランドっしょ。おい、これ両刀がいきます。あ、威嚇入れたら止まると思った。残念。止まんないんですよね。なぜならば、両刀なので。流星群が襲いかかる。震えろ。え、弱あれあれ、え、なんか弱くね。ガブリアス、いや、引けないよな。なんか、トンボ帰りとかでサイクル回されるとめんどくさいし。ステルスロック巻かれるときついから引くべきだったか。で、流星連打で。あ、引かない、引かない倒せないけど、引かない。鬼の突っ張りミスったけど、ステルスロックだときつい。相手のラスト何ですかね。黒馬バドレックスと、遅いランドロスだった場合、こっちのガラルファイヤーの処理がきついはずなんで、相手のラスイチガラルファイヤーに強いポケモンだと思うんだよね。ってなるとミミッキか、まあ、バンギラスとかになってくるのかな。まあ、カプテルフもあり得るか。で、バドレックスが戻ってくる。これはドレインキスで落ちるんで、最初のダメージ的に。これは切るか。まあ、ガラルファイヤーに無理やり引いて、ドレインキス抜群だけど、ガラルファイヤーの耐久があれば耐えれるから無理やり引いて、そっから対応していくっていう作戦もあるけど、まあ、多分ガブリア好きってファイヤー出しでいけそうだけどな。スケールショット打って切ります。ドリンキスがなんか、アストラビット打ったら引けばよかった。でもしゃあない。こだわってそうだな、相手の動き的に。でもメガネのパワーじゃないから、ドリンキスのダメージ的にメガネでないのは確定なんで、スカーフとか持ってるんかな。で、黒の稲泣きで特攻が上がる。で、ここはもうザシアンから入りたくないんで、ガラルファイヤーを投げて、相手のラスイチが何かなんだけど、ここ、今回高速移動型で使ってるんだけど、まあ、1ヶ月前ぐらいにも、ガラルファイヤーの高速移動型で動画出したけど、まあ、ここ高速移動打ってなんか、化けの皮ミミッケとか、気合のとスキカップ出てくるアトラシされるときついんで、まあ、高速移動は打たずに燃え上がる怒り、うわ、テイタニア来た。じゃあテイタニアじゃないわ。なんだこれ。まあ、バンギラスなんだけど、いや、バンギーはきつい。いや、ガブリアス捨てちゃダメだったか。ここガブリアス生きてたら、ガブリアスクッションにしてガブリアス生贄に捧げて、ザシアン投げるみたいな立ち回りでよかったけど。うわ、ここさ、引きたくないんだよね。それ引きたくない理由があって。え、突っ張るわ、これ。ちょ、見といて。これ絶対正解になる。いや、絶対は嘘。これ引きたくない理由があって、いや、相手のバンギラスの持ち物がわからんけど、相手のバンギラスの持ち物が仮に、自信わからん。いや、まだわかんないけど、これ相手のバンギラスの持ち物が仮に、こだわりハチマキで、交代弓に自信を打ってきてた場合、こだわりハチマキの自信プラスで、おそらくランドロスが持ってあるであろう、持ってるであろうゴツゴツメットで、こっちのザシャンが、まあ、処理されて、バンギ VS ファイヤーの構図ができて、岩技打たれてるだけで負けるから引きたくなかったんだけど、
いや、これこだわってるでしょ、鳥の。いや、来た来た来た、神の一手。いや、まさかの、バンキに鬼の突っ張りを見せるっていう、ハチマキバンキ一点を入ってか、自信打ってくる信頼、ガラルファイヤーで鬼の突っ張っていう、とんでもない、とんでもない、針の穴を通す、針の穴に糸を通すかのような、ちょ、興奮しすぎて、もろ列が回んなくなってる。ありえない、ありえない細い、普通の人だったら選ばないだろ、みたいな勝ち筋、通してって、通ってて笑った。あ、引っ込める。相手自信しか打ってきてないから、もうこだわりはちまき確定で、ランドのスキル、まあ、シャーなしランドのスキって、これあれですかね。ここで砂が切れるから、まあ、こう砂切れるターンにランドロス出して、再びバンギ着地させて、みたいな感じか。で、同じサイクルなんだけど、ここもう一回タクになりますね。相手がバンギ投げてきて、その、バンギラスが岩技打ってくるのに対してザシアン投げるか、相手がザシアン交代を呼んで自信を打ってくるかみたいなタクになるんだけど、あの、ハチマキを持ってる状態のバンギラスの自信でも、まあ、ザシアンは一発耐えれるんで、無理やり後出しはできるんだけど、まあ、多分ね、これ、切りでいいんだよね。耐えるんだけど、ザシアン投げた場合に、ザシアンが急所に当たるとザシアンが落ちて、バンギの岩技でファイヤーが処理されて負ける。で、ここファイヤーで突っ張って、バンギの岩技で、ここでファイヤーが処理される分には、まあ、ザシアン投げて居住山で、相手のバンギ倒して、で、相手のバドレックスがこだわりメガネじゃないことは分かってるんで、まあ、何の技を打ってきたとしても、ザシアンが一発耐えるんで、あ、でも一緒か、どっちにしろ。どっちにしろあんま変わんないか。バンギの自信が急所に当たるか、黒馬バドレックスのアストラルビットが急所に当たるかか。エッチ、はい。まあ、岩技だったらザシアン引きでもよかったけど、あんま変わんないっすね、結論として。もう絶対、普通にやってたら負けたけど、なんか、いや、声が聞こえたんだよね。ガラルファイヤーの。ここ、僕に行かせてくださいって。だから燃え上がる怒りに押したらなんか通ってて笑った。こういう日は何をやってもね、成功する気がするよね。で、居住山打って、今月のランク馬のシーズンも終わりが近づいてきてるから、ああいう無茶苦茶なの通ると気持ちよくなるわ。まあ、ザシアンは耐久に振ってるから、相手のバトレックスのアストラルビット仮に急所に当たったとしても、まあ、一発耐えてくれるとは思うんだけど、バトレックス、まあでもなんかもうちょっとうまく立ち回れてたら楽にいけてたな。ガブリアスを切るのが早すぎたっていう、まあ、反省点はある。で、居住山で、ぶっ飛ばして、アストラルビットを、いや、思ったより入ったわ。あれか、控えめか。控えめ、性格控えめのこだわり使い方っぽい。急所だったら負けてて終わろうか。まあ、勝ったんでね。対戦ありがとうございました。はい、引き続き対戦していきます。またバドレックスプラスランドロスの並びなんだけど、流行ってる？これは、直帰ガブでいけるかな？いや、いけないわ。さっきのランドロスに対する流星群のダメージ、見ちゃうと、不安になってくるけど、相手の戦術考えますか？まあ、ザシア入りに対しては、まあ、バドレックス基本的に来ると思ってて、で、ザシアンがめんどくさいから、おそらくゴツゴツメットを持ってるであろうランドロスも来るでしょ？この2体だと、まあ、こっちのガラルファイヤーがきついから、ガラルファイヤーを誰で対策するかなんだけど、まあ、どれでもいけるか。ウルガボスでも超前先に詰めばいけそうだし、カプコケコは、まあ、飛行も悪魔半減だからタイプ的により、バルジーナは耐久があるからいけそうで、なんかウィラオスも適当にインファイト打ってたらいけそうだから、まあ、どれも出てきそうだけど、まあ、とりあえずバドレックスとランドロスは確定で、あと1どれかみたいな感じだと思うけど、今回は、まあ、さっきの対戦はガブリアス初手だったんだけど、まあ、今回はザシアン初手でいきます。理由は、ウイラオスから入られた時にガブリアスだときつくて、まあ、ザシアンだとウイラオスに有利取れるから、一応そこもケアしてザシアン初手って感じ。ビッシュの初めての冒険の時、何このロウソク可愛いって育てて、シャンデラに進化させた時の感動はやばかった。5世代以降に登場したポケモンって、なんか違う！俺が望んでたポケモンじゃない！っていう輩が出てき始めた頃で、それ以前に登場したポケモンに比べて、5世代以降に登場したポケモンは人気高いやつ少ないイメージだけど、シャンデラはまあまあ人気ですよね。で、相手のカプコケコがこっちのザシアンより先に特性発動したんで、こだわりスカーフを持ってることは確定なんですよ。
で、まあ、ボルトチェンジで逃げるのまで見えてて、もうこれ 100% ボルトチェンジからゴツゴツメットランドロスに引いてくるから、まあ、速攻で氷抜き場。もうカペコキコが対マンでザシャンに勝てるわけないから、まあ、ボルトチェンジで逃げるの分かってない。まあ、これ威嚇入れられるから、氷抜き場がランドロスに4倍とは言え、耐えられるんですけどね。まあ、そういえば最近シャンデラが、まあ、炎上、というか少し話題になってた事件があって、今週発売された新しいポケカのパックに、まあ、シャンデラが収録されてるんだけど、まあ、イラストミスが発覚したらしくて、どこがミスか分かります？シャンデラの黄色い目のサイドに線が入ってるんだけど、まあ、よく見てほしい、線が入ってるんだけど本来はこれがないらしい。誰も気にしてないって、こんなん指摘されんと気づかんって。で、この件に関して公式がお詫びを申し上げてた。まあ、これに関してミスんなよみたいな切れてるやからなんていなかったですけどね。でも気づいた人よくポケモン見てるなって感心しましたね。で、相手カプコケコに引いてきた。で、これはまあ、ちょっとここでザシャン削られると渋くなる可能性あるから、ガブリアスに引いて攻撃を受けていく。いや、ここさすがにマジカルシャインは飛ばせない。電気技だと思うんで、ガブ投げて、あ、トンボいい技持ってるね。トンボ返りボルトチェンジ両採用か。あ、いい技持ってるな。ここのトンボ返りちょっと渋いな。サメ肌でカプコケコ削る。今使ってるザシアンが電光石火採用してないから、いや、こういうことになると電光石火欲しくなるな。切って後悔するあるある。で、今使ってるガブリアスね。まあ、よく見る、よく、ちゃんとこの動画を見てる人なら気づいたと思うんだけど、まあ、白なガブです。白なガブ。下のテキストに出てたはず。うわ、ウーラオスか。てか、相手、バドレックス選出してないのかよ。えぐこれ、ウーラオスに対しては、流星群の方が入ると思うから、流星群撃つ。流星群が襲いかかる。この前、ボーバンダ使った時、流星群全然当たってなかったけど、ガブリアスの流星群はバンバン当たるな。あ、まあ、耐えられるのは OK なんだけど、水流連打撃ってきてくんない？さすがにサメ肌のガブリアスに対して水流連打撃たないか。え、強っ。鉢巻きか。鉢巻きか。いやー、これどうしようかな。ちょ、むずい。これ何がむずいかっていうと、ザシアンから入ってウーラオス倒すじゃん。そしたら、カプコキコの電気の一環ができて負けるっしょ？かと言って、ファイヤーから入っても、ファイヤーって鉢巻きウーラオスのインファイト耐えれないから、きついんだよね。でもザシアンから入っても、カプコキコ、ランドロスの5通目でザシアンが削られたりしてカプコケコの処理がめんどくさくなったりするんで、これ魂の神の一手どうすか。いや、これね、普通にやると負けなんですよ。普通にやると負けなんですよ。ここランドロスに引かれて5通目入れられて、まあ、ランドロスは倒せるんだけど、死に出しからカプコケコ出てきて10万ボルトをザシアンが耐えない。で、10万ボルトをガラルファイヤーに撃たれて、ガラルファイヤーは10万ボルト一発耐えるんだけど、10万ボルトプラス鉢巻きウーラオスのアクアジェットは耐えないから、ランドロスに引いてくると思うんだよな、ここ。ランドロスがザシアンを受けれないとしても。ちょ、魂やっていい？誓うわ。ここ、いや、頼む、引いてくれ。いや、ウーラオス切ってくるか？いや、切らないと思うけどな。一番、勝ちルートに近い立ち回りそれだと思うんだけどな。鉢巻きウーラオスってアクアジェット切ってたりするんかな。ウーラオスがアクアジェット切ってる場合だったら、ここでウーラオス切ってきてもおかしくないけど。いや、ここはちょっとなんか、オッケー。で、これランドロスとガラルファイヤーの対面作るやん。作るやん、これで。で、ここでガラルファイヤーに高速移動採用してるから、高速移動打てるやん。前期の記事見てもガラルファイヤーに高速移動採用してるやつなんていなかったから、絶対に読めない。で、ここで高速移動を打つことで、このガラルファイヤーがウーラオスより速くなるから、ハチマキインファイトを受ける心配がなくなる。この対面つけれたのでかすぎ。ただ、高速移動1回積んだとしても、スカーフカプコケコ、あ、ステルスロック、あ、これあれか、岩石封じないのか。5つ目ランドロスは確定で、地震、トンボ返り、ステルスロック。で、あと1個が、まあ、岩石封じの場合と草結びの場合、この2パターンがあって、まあ、ここでガンプ打ってこないってことは、草結びなんかな。で、ここもう一回高速移動を積めば、プラス3、素早さプラス3だったらカプコキコ抜けるんで、素早さ実数値こっち133だしね。あれ？抜けるよね。最速カプコキコが、
200でこだわりスカーフで 1.5 倍になって300っしょ。でこのファイヤーの素早さ実質値が133で、3ランク能力上昇になった場合は、2分の5倍になるんですよね。2分の5倍で合ってるよな。だから 133×2分の5 だから、いやちょ分からんけど多分抜いてると思う。分からんけどあトンボ返り、まあでもトンボだったら抜けるわ。これでプラス4だったら絶対カプコケコ抜けてるから、まあいけるわ。いや 133×2分の5、あれか、133を半分にして5倍にすればいいから、まあ、大体350ぐらいでしょ、ざっと計算で。え、だったらカプコン結構抜けてるから大丈夫だった。危ねえ、やっぱ耐えてた。危ない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 。で、燃え上がる怒り上から打って、これ半減だけど、まあさすがにこの HP のコケコは倒せて、うわ、ちょ、今日最強だわ。最強かもしれん。めちゃくちゃバンバン相手の行動全部合わせ、に対して全部こっちの通したい行動を通してるし、やりたいことが全部やれてる。気持ち良すぎるポケモンバトル。で、ウイラオス、こいつも、エアスラは外れる可能性あるんでね。燃え上がる怒りで、おぉ、アキュアジェット持ってた。やっぱこの立ち回り正解でしたね。普通に多分、あのターン、ザシアンとランドロスの対面作るときにガラルファイヤーに引き出なかったら、多分言ってた通りの展開になって負けてただろうな。で、ウイラオス倒し、ラス1、ランドロス、いやシーズン終盤のランクマッチでこの気持ちいい勝ち方、こんななんかポンポン進むことある？対戦気持ちよく。まあ、いっか。気にするのやめよう。対戦ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、使ってほしいポケモンなどいればコメントお願いします。バッ！